オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは日本墳墓誌。最近自由葬であるとか個人墓などお墓が話題になることも増えてきましたが、長い歴史の中でどのように墓が移り変わってきたのか、日本墳墓誌と題して墓の歴史をたどってみます。平安時代、西暦794年から西暦1185年、貴族の墳墓には卒塔婆が建てられました。西暦850年の仁明天皇の深草の御捧があります。西暦921年天台宗の僧良源の遺言に、生前に墓地を決め、万一その前に死んだら北の方の小地にしてほしい、棺も生前に準備します、間に合わなければその日の中に入棺し3日以内に埋葬するなどと言い残しています。石塔に関しては石塔婆を生前に作り運んでほしい、もし運ばざる前に命が終わればしばらく仮卒塔婆を建ててその下に掘り、骨を穴底に置いて上に土を満たすべし、49日のうちに石塔婆を作りて建て替えるべし。これは唯亭らが時々来例の表示なり、卒塔婆に光明、御雨、阿弥陀などの真言を安置すとあります。藤原氏の宇治寺は平城京になってからは興福寺に変わりました。上平6年西暦936年に太政大臣に就任した藤原の忠平は、先帝の醍醐天皇と父元常の墓に参っています。その彼も義理の祖父や高祖父の墓がどこにあるのかは知りませんでした。平安貴族の葬儀は多くは火葬で、火葬場まではついていきますが、荼毘には立ち会わず鴨川で清めを済ませて家へ帰り、骨上げは個人の乳母の子など身分の下の者が骨壺に納めて墓所に納めました。西暦938年、一の商人空也は念仏を唱えて京で庶民を供花、泣き殻を拾い南無阿弥陀仏と唱えて火葬しています。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集時を超えてをもれなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスでは 0742-24-8422 0742-24-8422、 おはがきでは郵便番号 630-8334奈良市西の新野町43番地奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。また
お問い合わせは 074224-8415 074224-8415 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。